人外なら強人やだるいわ。私は世直し人狼しかこの頃してないからね。所詮はね、真面目に精査しもうする記録がなくなったから、二々二番目で死んつってんだぞ。占い師,占い師がいた方が精査は楽なのに占い師くなさすくならせんなぜ。しかも死んつってんだぜ、シンを。 だからもうやる気ねえもん、もうシンつった時点で。だからもういいやって二日目からもう、本当に人の言うこと聞かなかった方をもう、もう釣り寄せて決めて。考えも変えないしもう。釣られた後も負けた原因って、212番目で騎士から行ってシン占い釣った、あ、212番目で占いから行ったことなのに。占いから行ってシンを釣ったから負けたにもかかわらず、それでシンにつかなくなって負けたにもかわらず、 これからも占いやり続けますとかって言い続けるんだぞもう。212番面で。なんで人って反省しないのかね。212番面で占いに行って、占い真偽がつけらんなくなって負けたって、グレーのローの位置が分かんなくなって負けたっていう、明確な理由があるの、あるんだったら、212番面は占いから行きませんっていうのが正しい人間の回答でしょほんと。ちゃんとね、負けた理由を分析して、同じことしないようにしてほしいわ。 思ったのは、まあ、俺はまあ別に制裁ずりして気持ちは良かったけどね。反省し反省ないから。うん、はい、アンチマンです。よろしくお願いしますね。はい。まあ、この位置なんでね、交差は伸びないですね。ぶ <laughs> っちゃけ先に、もう先に言っとくわ。交差伸びないっすわ。うん。で、なんか、まあそんぐらいかな。 なんか保険貼って、なんか結構、なんていう防衛官あ,あるんじゃねえのとか、好きかって言ってもらって大丈夫です。うん、まあ、日本一教人に探すだけの簡単なお仕事なんでね。はいうんまあ、2日目、3日目まで行ったら、まあ、大体僕が残ってたら勝てますね。はい、うん、大体勝てます。うん、2>, 2日目、3日目まで行ったら、大体人狼わかるっすね。 普通に、うん。ただ初日に関してはちょっと場所的にもね、わかるかもしれんけどちょっと発言まで持っていくことは難しいよねって話。九番のプレイヤーは発言は発言してください。はいお願いします。村人陣営です。あーお願いします。そうですね。八番さんに関してはなんだろうすごい自信満々な人だなって思いました。そんな感じですね。 はい、特に何だろう2周目でいいかなと思うけどうん自分の思考開示これ村陣営だからオオカミさん出てきてくれたら嬉しいなーぐらいこれ勝ちたいから出てこなかったら探すけど7り出てきてくれたら一番嬉しいです。 はい、以上です。一番さんどうぞー。一番のプレイヤーは発言してください、えー。村陣営です。よろしくお願いします。ええー、八九特に今のところ拾える要素ないかなと思ってます。さ八がすごい確かに九のゆとり自信満々で、二三日目ならわかるよねって言ってるけど、まあそれは誰でもわかるよねっていう話で。<laughs> まあ分かる根拠とか言ってくれたらもうちょっと印象良かったかなってぐらいですかね9番はまあでも8番の発言一応聞いてるっていうまあ当たり前なんですけど聞いてたんで別に今のところ黒く見るとかそういう要素が落ちてるわけじゃないんで2周目でいろんな人の発言聞いていきたいなっていう感じですもちろん1周目のこの今から2位から7番までの発言も聞くつもりです以上ですかね 2>, 2番のプレイヤーは発言してください はい、占い八し占い八しろ、ハークお願い。まあ、まあ、予想落ち、落ちないというのは落ちないですけど。まあ、なんか9番さんとか、あの、伸びそうな気がしないと <laughs> 思った。単純に。そういう思考を開示するくらいだったら。まあ、名乗り出るも何も開示してほしいですけどね。狼さんには。 9番の逃げるのであればと思ったけど1番さんも、まあ、1番の中で様子はしてないらしいけどめっちゃ喋るやんと思ったそれくらいあとなんだっけちょっと言おうと思ってたことあったんですけどあ,あそうそう分かる根拠を言ってくれって8番に1番が言ってたけどそんな無理じゃねっと思った3番 のプレイヤーは発言してください,ございます、まあ、8番ね、なんかね、偉そうに言ってたんだけど、<laughs> まあ確かにね、8番。912のね、発言来たら、8番って、なんかちょっと、ね、無駄なのかなって思っちゃうんだけど、8番ね、どこか、ね、偉そうになんか言ってて、結果8番ってね、なんか、自分が役みたいな、みたいな。で、結果ね、なんか誰もね、叩こうとしなかったんだよね、8番って。で、それにね、9番も叩こうとしないし、俺、ワンチャン8九あると思ったんだけどね。 1>, 1番って89とか指摘しないじゃん。で、2番、まあ、2番が死ぬかどうかしないけど、8番とかね。うん、で、2番もね、89とかね、全然ね、指摘しないんだよね。うん、まあ、28ロールってことは多分ないと思うけど、ね、今日1番でいいかなんて。1番って98ロールとか思わなかった。<laughs> 俺、すげえ98ロールとか思ったんだけどね。うん、1>, 1番が今んとこめっちゃ怪しいかな。8番なんて全然叩けんじゃん。 4番のプレイヤーは発言してください11は2周目の感じだけど3番って8番を村だって言ってんのに89ロールはあるじゃんっていうどうして話の入り口と出口が全然違うんだろうなと、うん、何考えてんだろうなと頭の中の思考回路がおかしくなってるの人なのか 8, 8村じゃないかって言って 最終的に8番が人狼で見えてるってことなんですか ?89 で。うん。だから何を言ってるんだろうが一番3番かなって思ってますよ。うん。しかも、挙句の勝手に8番が役,役なんじゃないかっていう発言まで残しといて、8番が狼なんじゃないかって。さすがに3番おかしい発言をしてるのは3番だなと。占い例のを決め打てばいいと思いますよ。うん。あの、大体ね、人のことが役だとかって言ってるやつ大体人外だから。 5番のプレイヤーは発言してくださいかなり4万とと思って俺も3がおかしいかなと思ってて3番目線で1をいくっていう発言って出ないと思うんだよねだってさ3番ってさ4567いるんだよまだそん中で1つりたのならないよ まあ4番さんと違う目線ね、うん。そこって何どうやっても1行きたいのと思ってるから、めっちゃおかしいかなと思った、うんです。で、91に関しては、うん、まあ2周目、うん。2番さんもちょっと怪しいかな <laughs>。ちょっと思っちゃったね、俺、うん。まあ2周目。離す 六番のプレイヤーは発言してください、はい、占いゴシロです占いゴシロを把握お願いします太鼓の二番が人狼か強人かは今のところ分かってないです、はい、まあそうですね八、まあ、番は確かに自信満々やったなって感じで九、まあ、番二周目で一、まあ、番おかしいのは三番でマット一が四番一、はいまあ、番さんに思ったのはなんか 8番さんに対して自信満々やなって思うって言ってたけどでその後に2日目3日になったら誰だって人狼大体分かるって言ってたけど分かんないでしょ。てか分かんないって普通思うから8番さんが自信満々っていう感想になったんじゃないと思ったから、まあ、1番さんそこ気になったのと3番さんは4番さんの通り、もり話の入り口出口がぐちゃぐちゃ8級人狼とか言ったり最終的に1番を釣りたいって言ったりかめちゃくちゃなこと言ってるのは3だから、まあ、今のところ13が気になってるくらい。 7番のプレイヤーは発言してください。さいマルジェイでした。よろしくお願いします。6番さん、2番さん、おらない、正白しましたあ。そうですね。あのじゃあ、2人が、えー、どっちかっていうのはまだわからないので、まあ、えっ、ー、と、どっち、どうだった場合、するとまあ、2番さんが、そうですね、ちょっとあの、どっちかっていうと2番さんの方が怪しいかなとは思いますけど、っていうのは、 まあか8番さんが、あの、ちょっと、日が経つにつてて分かるけど、でも、怪しいっていうのは、初日でも分かるけどね、でも、発言っていうことはできないっていう、なんか、ちょっと、えっ、ー、と、入り口と入れ口が違うのかなって、ちょっと違和感感じたので、2が、二も単体であんまりしっぽくないなっていうのを感じて、で、5番さんの意見がよくて、6番さん5にしろっていうのも、ちょっとしっぽく見えちゃってて、で4番さんもまっとうらしいっていうところで、 3番さんは単体でちょっと SG にもなりそうぐらいなかい8番のプレイヤーは発言してくださいはいえー、9番さんが8白ですねはいはいはいうん例のは例のはどこですか例のはどこですか んはい、例の出,出ないのんな何の村にがんのこれノの使用しない。んはい、じゃあレノ出ないってことでいいですね。はい、じゃあ適当に占い師いり切ります。さよなら。ってなるよ。いいのねレのさん、出なくて。いいのね レーノーさん。出なくていいのね。はい。わかりました。もういいです。じゃあ。はい。適当に占い釣り切ります。でいいですかうん。んでいいんでしょうん。だからもうグレー精査しちゃダメですよ。レーノーが潜伏するっつってるんで。まあ、個人的には3番釣りたいなと思ったんですけど、多分3番レーノーでしょうね。 もういいです。うん。269釣り切ります。はい。なんかこれ以上ね。あどだ、こうだ言っても。はい。もうこの村、村が負けたら全部霊能のせいにしようぜ。はい。そんぐらいのテンションでいきますんで。よろしくお願いします。さよなら。9番のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。そうですね。まあ。 2六の審議に関してはどっちがローでどっちが強もしくはローローでやっているのかわからないですけどはい結構3番さんに関して平等が向いてるかなって思っていててまあ,あまあ4番さんの発言まっとっちゃまっとうなんですけどね8番さんの単体の白を3番さん視点拾えてて鉄9八で追ってみたいな感じであったんだけど ああ、うん、どうなんでしょうねマジであと7番さんに関してはあのみんなの発言を並べただけなんでそんなに自分の意見は言ってないんで7番さんも結構怪しく見えてます以上です例の出た方がいいよ1番のプレイヤーは 発言してくださいはい <laughs>、はいえー、例のカミングアウトします8番がの意見をちょっと聞きたかったんでちょっと待ちましたどうせ 2, 番2回後で自分の番来るんで、えー、例のカミングアウトです把握よろしくお願いします 個人的に確かに1周目4番の発言すごくわかる、えー、3番が89とかって主張する割にに村だとか本当に話の矛盾が生じてるんで3の意見は怪しいっていうところですね一番評価がいいのがやっぱり4番で、えー、3はまあ怪しいんでじゃあここ黒く見るかっていうと正直のところ微妙ですなんかそういう人,人外がなんかそういう雑なことするかなっていう感じもあるんで、まあ、3を今のところ怪してませんで、えー、今日の釣りは269の まあ占い全員ローラーが一番個人的にはここ、がいいかなと思ってます。まあ、鶴なら26かな。まあ、9、一番最後に出てきた9、まあ、あって心境かなって見てるんで、あんまローラ見てないんで、まあ、鶴なら26の方からって感じだと思ってます。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。一番そすいのやめてもらっていいですか。まあ、9番が強靭で出てきた可能性もありますが、えっと、 9番ローで、まあ、6番が5番に白出しているときに、まあ、9番ロー起点で、まあ、3、4、7に相方がいて囲われてない場合って、普通に3色出てくるんですよで。特に3番、9番とか、3番が一周目になってた8番、9番がめちゃくちゃ見えるって、3番、9番のやライン入りとか全然あると思いませんかあと、6番が仮にオーカメだったときって、あんま6、7が見えないかなって、物精査したときとか、 なんか、6番と2番が出てる状況から6番、7番でやってるようには見えない。2番の方が偽なんじゃないか。これ5番にも同様だけど。あと5番は2番が偽だと思っ、偽っていうか怪しいと思った理由を教えて。一瞬も俺しか出てない段階からで。ただ5番のそれ以外の発言は、まあ、4番と方を被ってるからあれだけど、結構まっとうかなと思っている。ただ一つ思ってるのが、3番は最初に、えっと、89がありそうって思ったけども、 まあ9番、1番とかそこに触れないから8番消去法で村なんじゃないかなって思考だからそこに関しては理解できるんですけど俺って8番白を持ってるんですよ3番さんだから別俺目線って別に8級はないからそれくらいかなあと3番に気になったのは叩けばいいじゃんみたいな叩けるやろうってうのそのなんだろう言葉の選び方があんま村っぽくないなと思ってくらい 四番に関しては、まあ、悪ければとつともつながるけど、ん本数は何種類かなと思ってるから、<う>俺は気づいあ俺の仕事は、どちらかを守ればいいって。安心をしていで今い。ね、今の今で絶対人外だろう。だ,ろ <laughs> だから2番っても全然あるじゃん。三番はね、ないと思う。いや、俺はね、村だからね。ないんだ二よ2番。まあ今の二番で分かんだろ。二番なんて明日行けばいいんだよ。 今日ね、8番ね。うん、絶対8番ね。今日釣りは。6、9、2で、占い師が出てきてね。うん、6、8、2。多分ね、ローローっていうのは絶対ないんだよね。多分、心境ロ。うん、で、2番は絶対ロ。うん、で、3番らとか言って。多分、8番ね、8にローローだと思うんだけどね。8番から行こう八、うん、8番から行きたいんだけどね。てか、8番のね、 最初の意見で、ね、7番とかねなんか5番もねはい3番かとか言って超、ね、超怪しかったんだけど。多分ね、5番ね誰も言ってないから困っ多分村なんだよ死んないけど。4番のプレイヤーは発言してください。3>, 3番さんは、安心用の時に、 子供とか初心者が見てね、人狼ゲームやりたいと思う。いやこのね、感染で仮に見え、見えてると仮定してね、アンブさんの発言聞いてね、子供とか初心者ギョッと,ョッとするでしょ。暗視量って占いから行かなきゃいけないんですよ。なんで8番から行く進行が取れてんのかなと。わけわかんないんですよ。一応、あの、ちゃんとやってくださいよ。占いの真偽だって怪しいところ行けばいいじゃん。2番のリスだったら2番行けばいいじゃん、だけでしょ。 はい。まあ、盤面的にも一応9は置いとかなきゃいけないし、8はあまり僕は黒くは思ってないですよ。うん。たまさんが村で本当にちゃんとやらないんだったら、571のローに逃げられて、あなたが最終日釣られるだけの未来しか見えないのが怖いです。普通にローだったらいいんだけど。はい。 5番のプレイヤーは発言してくださいまあ、確かに3番じゃんないんだけど、4番ちゃん。でもさ、4番ってさ、どこ行きたいの言えてないじゃん。4番ちゃんも結構怪しいかなと思ってて、うん、こう、2人がいいじゃん。2人がいて、ラストルファー4かなとちょっと思った、うん。3番さんに触れているけど、じゃあどこなの ?4 番目線は。 俺結構9行きたいね99番目線はどこなのオカミ入れてないからなんか4番さんがしっくりこない6番のプレイヤーは発言してください <laughs> はい。えー、92の内訳は、まあ、9番さんが狂人で34名出てくると、ご主人を殺しかねないから、まあ、やっぱり9が人狼2番狂人の方が可能性は高いかなと思ってます。あと、9番さん、これ、あげ足取りかもしれないけど、出現してたからね。9番さん発言で、26の真偽は言ってったけど、26に真か偽って言ってたから、9番さんは。まあ、あげ足取りかもしれんけど、9番さんはその出現をしてます。はい。で、でね、これね、 3番さんって強人の動きしてるのよだからもし2級がオ狼カミオカミやったら3番が強人かなと思う8番さんに票を集,集めてって言ってるからねただ3番のラストルールはないと思うだって急に両方が8番白打ってる状況でラストルールが8番さんにヘイト向けるのって俺はナンセンスだと思うんですよねだから3番さんはあって強人。で9が人狼やった時の相方位置って俺は74どっちかかなと思う 7番さんは、まあ、俺にすり寄ってる動きがあったから7番さんは今日9に行けるかどうかを次の発言で言ってほしい4番さんは、まあ、今の発言で9番さんは盤面的に残しておかないといけないって言ってるけどなんで ?4 番さんが9番を残したいんで ?9 番さんから新要素を拾ってたらいいけど別に9番さんが2000やった時って4目線26のどっちかに新いるんだよだから安易に9番を残そうとしてる発言が消せないのと4番の中で8番さんの村要素を言ってないとこ 4番の中にんで8番さんが村になってんの ?8 番さんって別に2級が白を打ただけだよ。で、4番さんって占い審議もしてないじゃん。だからそこが気になった。ワンチャン評価集してんのかなと思った。俺は9番人狼軸で、わざわざ8番さんにあの相方で白をかぶせた場合って、俺が残った時に8占いって絶対飛ぶから、8級は薄いかなって思ってます。はい、そんな感じで。まあ、7番さんは今日9にいけるかどうかを発言でしっかり残してほしい。7番のプレイヤーは 発言してください9、き全然いけますね。はい。うん。あの、そうすり寄ったなっていうふうに思うんだったら、ちょっとびっくりしました。えっとね、俺、普通に4番さんが、まあ、精査してないから、あの、シ占いル内心とかねあの、怪しいかなとは思ってるし、3番さんって、あの直近の2番が79ロローで見てるっていうのを聞いて、あ、これにせだわって言って、三番さん 自身が、例えば、ローだった場合に、7級釣り寄せばいいのにそれをや言う、それを言うっていうのがすごくムラっぽかったね。うん。だから、すごい、あの、三番さん、ムラに感じてます。はい。三だったら、だって、7釣り寄せるとこだと思うからね、って思った。うん。で、八番さんはね、単体ちょっと怪しいよ。確かに、まあ、6番さんの有理論もわかる。6番さん視点はね、そういう風に8、8白く見えるってなんかわかるけど、 あのね、八番さんの話をよく聞いてたら、あの追加までして、最後まで占い、どこが死,こが死んで、どこがローで、どこが強とか、どこが、えー、新郎々なのかとか、何も言わないから、釣り切るを最後までローラー釣り切る、それだけの分しか言わなかったんだよね、現八番って。だからね、八がもしあの六番さんが死んで八がローだったらっていうのとか、 相方を2級どっちか言いたくなかったのかなとかねちょっといろいろ感じにちゃいましたただまあまあまあ4が単体でちょっと怪しいかなって思ってます。投票を始めてくださいい <laughs> <laughs> ありえんオラじゃないべ 2番のプレイヤーが選ばれました。2番のプレイヤーは発言してください。いさいまあカレードに言ってきゃ絶対一番声してね。でまず8番まで買ってください。どこの要すでに2番8番オカイになるんですか。まあカレードがどこかわかんないですけど。 1周目の発言段階下で偉そうだったのは間違いなく3番さんですよ。で、2番の考察がおかしい要素は何 ?4 番の発言、5番の発言がほぼほと,ほとんど同じで、我々初代持ってるんですよ。で、4番、5番から違和感が広げておらず、で、6番狼の時の7番ってあんまなさそうじゃないですか。てか、俺しかなさそうに見えたんですよね。そもそも9番が3周目に出てきた、3周目に出てきた狼だと思ってるんで、 6番、7番だったときに、2番、6番が出てる状況下で、7番が2番に入れてけるって、まあ、7番の人物精査をしたときにないかなと思ったんですね。で、9オオカミのときって、基本的に、じゃ仮に6番狂人で、じゃ5番オオカミだった場合って、9番のオオカミっ出てこないと思うんですよ。それは人によるけど。で、3、4、7って、比重かけたときにつなぐのが3番と7番って、4番の発言まっとうだからって話なんだけど。 2週目の4番さんはおかしかった。普通に9、4ってあるのかなって。9番を保存する意味って何 ?9 番の信用素は、2番のミス要素はそれを明確にあの発言するべきじゃないかなと思ってけど。5番に関してもアンサーが返ってきていない。1週目の段階で5番って俺しか使用してない段階かで、2番が怪しいですねって。占い使用している俺に対してグレート同じ目線。ん。全部グレーの 2番あ、俺守んないから。潜伏レーノって守る価値ないから。俺は9番連れて俺潜伏レーノの中絶対守んないから。つむらつかしてる8番か9番しか守れないだろ、こんなもん。もう9番逆に守るわ。カリウドはどこに、じゃあ9、2、4、6の新要素はねえじゃん、別に。じゃあ盤面まだ取ってる9番は真の可能性あるじゃん。まあ、かばれないと思うけど9番は。 だとしても俺は守りたくないから潜伏霊のなんか、ああ、潜伏令のなんか守んないよ。あまりないいじゃん。うん。自分が先輩になればいいじゃん。騎士視点はもう許せないから、ちゃんとゲーム進行取れないやつは。2日目出るんだったら、しぶしぶ守ってあげる。俺が生きてれば。2、まあ、今回は守りません。ブレイクとしても8しかいかない。守んないです。はい。あ、あ要するに、 潜伏令能の可能性があるやつなんか守りたくねえから守るわ。グレーなら8。ムラス化してるから。もっとまた9か5。ここしか守りません。僕は。潜伏霊能ですか噛まれて先輩になってください。ちゃんとできないやつは守りません。守ってもらえると思ってること自体がまずダメだと思うよ。ちゃんとゲームできないやつなんか守んねえから。昨夜は誰も死にませんでした。 四番のプレイヤーは発言してください。はい、じゃあ五番釣りましょう。はい、五六ローローね。ああ、はい、五番釣りね、五釣りね。石、キュー・グッジョブ。これがヒロじゃん。強い、キュー・グッジョブ。石、キュー・グッジョブね。ゲーム終了。村人のこれが美しさ。